二人の面倒はよろしくな。何がよろしくなった。そう軽々しく言っている雄大だが、何もなければ受け入れられたのだろうか。私にはまだよくわからない。雄大は出張だと言って出て行ったはずだが、出張先で事故に遭ってしまったらしい。電話を受けて向かったのは温泉街。これまでなかった出張が急に増え、月に何回も行くようになったのは怪しい。それにコピー機を取り扱う会社の社員が温泉街で交通事故に遭うなんて、何かあるに決まっている。そんなことを考えながら病院にいた時、偶然会ったのはエミだった。なぜエミがここに？それに雄大と一緒に温泉街にいたとはどういうことか。どう見ても追い詰められているであろうこの状況下でもなお、ごまかしきれると考えているのが腹立たしい。このまま私が黙って見過ごすとでも思っているのか。私には強力な協力者もいるから、雄大がこのままおとがめなしで逃げ切れるわけがない。いい加減現実に気づいて身の振りを見直すべきだ。私の名前は佐々木愛子、33歳の保育士だ。県内にある短大を卒業後、そこそこ大きな町の保育園で働くようになった。保育士としての仕事は思っていた以上に大変だが、いつも輝く笑顔の子供たちといると、なんだかこちらまで心が洗われるような気持ちになる。とはいえ、仕事中相手にするのは常に子供ということもあり、時には大人とも話したくなる。大人の人と年相応の会話がしたいと思っても、周りを見渡すと何十人もの子供、中には数人同僚の保育士もいるが、やはり子供の前ではあくまで先生だ。仕事も忙しく、学生時代の友人ともなかなか時間が合わずお茶する時間もない。趣味の友人も作る時間がないから、私はずっと自分以外の誰かと接するときは愛子先生のまま、一先生として接し、触れ合うため大人と大人の会話ともいかない。私は職場の保育園ではあくまで先生であり、それ以外の何者でもないのだ。ある日、先輩から職場のコピー機管理の仕事を引き継ぐことになった。今度産休に入る先生が担当していた業務を引き継ぐ形だが、一番暇そうで気が弱そうな私にお鉢が回ってきたのだ。正直、コピー機管理の仕事なんて余計なことが増えるのは喜ばしいことではない。少しでも早く帰りたい、少しでも仕事を少なく楽に仕事をしたいと考えている私にとって、雑用以外の何者でもなかった。普段の仕事に慣れないコピー機管理の仕事まで、正直私は嫌で嫌でたまらなかった。コピー機が滞りなくきちんと動いているか、インクの補充やコピー用紙の残量の管理、面倒なことこの上ない。しかし、そんな私の憂鬱な感情を打ち消す人物が現れることになるとは、この時は想像もしていなかった。昼過ぎに保育園のチャイムが鳴り、コピー機担当者は職員室に来るよう呼ばれた。ちょうど園児たちのお昼寝の時間ということもあり、ペアを組んでいる先生に一言言って職員室に向かった。すみません、コピー機の点検に来ました。この時の私は何かの電流が流れたかのような反応をしていたと思う。なぜだかわからないが、見た目がタイプ、声がいい、何とも言い表せないような何かがあった。はい、私が担当の者です。以前の担当者から引き継ぎまして、この度私が担当となりました。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、コピー機の会社から来ました佐々木雄大です。よろしくお願いします。私の雄大に対する第一印象は
不思議なものだった。普通仕事関係の人に抱くようなものではない。どこかであったかのような不思議なもの。朝のお姉さんって言っても分からないですよね。朝時々駅前のコンビニに寄っていませんか？私はその一言で思い出した。あ、コンビニで新発売お菓子コーナーにいる？私は時々駅前のコンビニに立ち寄り、昼食や飲み物を購入する。その時によって購入するものは様々だが、決まった時間に行くといつもいる人がいた。店を入ってすぐ一番目立つ新商品専門の棚のそばに立ち、どれがいいか一生懸命に選んでいる男性、それが彼だった。実はコンビニで見かけていたんですよね。まさかこんなところで会うとは。それは俺のセリフです。新発売のお菓子も気になっていましたが、時々見かけるお姉さんもなんだか気になっていたんです。そんなことがあるのだろうか。普段仕事で子供相手にしているため、男性との出会いなんて皆無な私だが、この時はその一言にときめいてしまったのを覚えている。仕事であれこれ話すのはあれなんで、連絡先を交換しませんか？嫌でしたらすみません。嫌だなんて、そんな、こちらこそ喜んで。私はコピー機メーカーの担当者との顔合わせの日にいきなり連絡先を交換することになったのだ。それをきっかけに少しずつ距離を縮めていった。ちょっとした毎日の出来事から面白かったことなどを話しているうちに、これまで以上に気になる存在になっていたのだ。はじめは俺の一目惚れでした。でもこうして愛子と付き合っていくうちに、ずっと一緒にいたい、一緒にいてこんなにも落ち着く人がいるんだって気づいたんです。結婚してください。私もこんな夢みたいな日が来るなんて信じられない。嬉しい。このまま仕事一筋で年を重ねていくとばかり思っていた私に、突然訪れた春だった。街中で何の気なしにすれ違っていた人と再会をして、交流を深め愛を深めて結婚というゴールに進む。その時私は幸せの絶頂だったが、それと同時にある思いも胸にあった。姉のようにはならない、私の幸せをつかんでみせる、そう胸の中でつぶやいたのだ。私の姉岡本恵美は2つ年上だ。それほど年が離れていないから姉妹で仲がいいと思っている人もいるが、全くの誤解だ。私は自分で言うのもなんだが、パッとしないタイプ。勉強やおしゃれもそこそこ。子供に関わるのが好きという気持ちだけで保育士になるのを決めた、どこにでもいる普通の人だ。一方恵美は私の正反対で、おしゃれに余念がない。いつもいかに綺麗でいられるか、着飾っていこうかなんて、そんなことばかり考えているような人だった。クラスの序列で言えばトップの、最先端の流行のおしゃれをして周囲からちょっと憧れられる、そんなグループに属していたのだ。そういう人間関係もあってなのか、学生時代から男性との交際は日常茶飯事だった。中学1年生で彼氏ができて以来、彼氏が途切れたことがない恵美は、高校卒業と同時に当時の彼氏と一緒に暮らすと家を出た。結局25歳で娘ができたからと落ち着いたが、すぐに離婚。 SNS でつながっているから、時々元気にしているかチェックすることもある。どんな時も相変わらずおしゃれに着飾り、映える写真ばかりを投稿しているが、どこか虚しさを感じてしまう。母親というより自分が一番でいなければ気が済まない、幼い頃のままで、表面ばかり飾ったハリボテのよう。人にいかに幸せを見せつけるんじゃない、自分自身が雄大と満たされるような幸せを紡いでいけばいい、そう信じていた。結婚してすぐの頃は幸せだった。家に帰ると好きな人がいる、そして一緒にご飯を食べて
夕食後の穏やかな時間を過ごすのが好きだった。その日あったことをお互い教え合って笑い合う時間がかけがえのないものだと思っていた。しかしある時から雄大の言うことが妙に引っかかるようになってしまった。というのも雄大が私の身なりや行動をあれこれ言うようになったからだ。自分の思うように人を動かしたいタイプのようで何かと口出しをしてくる。初めは気にしないようにしていたが目に余るものがあるのだ。なあ、愛子って化粧とかちゃんとしないの？ああ、これね、保育士だと子供の世話したり遊んだりしているうちに取れちゃうからあんまり。でもさ、出勤にその格好はなくない？そんなに変かな？いつもこんな感じじゃない？私はその日の服装はパーカーにジーパン。保育園に行くまでは自転車通勤なので動きやすさを重視するし、仕事前に仕事着に着替えるから特に問題はない。現に私はこのスタイルでずっと通勤してきた。普通30代の働く女の人ってそんなラフな格好で外に出歩かないよ。冷や着みたいじゃない？そうかな。いつもこんな感じだったけど急にどうしたの？何かと私の服装や持ち物に文句を言う雄大。カバンや格好に始まり、ヘアスタイルやメイクも女性らしくない、働く大人とは思えないなど言ってくる始末だった。前に雄大とランチを食べに駅前に出かけた時、駅前の本屋にも立ち寄ったのだが、その時女性誌を手に取りこんなことを言い出した。なあ、愛子はこういう格好はしないわけ？それは OL 女性を対象にした雑誌で、表紙や見出しにはきらびやかな文字や装飾が施されている。この夏素敵な彼を射止める勝負ワンピース、花火大会デートに行きたくなる3万円コーデなど、正直私には縁遠いものばかりだし興味はない。ごめん、正直こういうのは興味ないかな。仕事柄あまりこういうの着ないし似合わないから。あ、そう、俺の好みに合わせようって気はないのね。そう言うとそこから不機嫌になってしまった。結婚して半年、不思議なことを言い出したと思ったら勝手に不機嫌になってしまう。私は雄大のやりたいことや考えがよくわからなかった。その日以来なんだかギクシャクした関係が続いている。必要最低限の会話はするものの、楽しい雑談や軽い冗談が生まれる隙もない。どこか二人の間に隙間風が入っているような感じだ。特別大きな喧嘩をしたわけでなければ、謝るようなことも謝られるようなことも言った覚えはないのだ。こうなるとどこでボタンをかけ違えてしまったのかよくわからない。何か問題や喧嘩した過去があればそれを遡って解決しようというものもあるのだが、正直私にはわからない。強いて言えば雄大が私に着てほしい服を却下したあの時からだから、それが原因なのか。しかし一緒に暮らしている以上、同じ空間同じ時間を過ごしているから、何かの波長が合えば軽く会話するタイミングも生まれる。ちょうどテレビで浮気についての特集が組まれた番組が流れていた。普段よく見るコメンテーターや司会者が浮気の定義やどこから許せるか許せないかなど口々に議論を繰り広げている。もちろん私は浮気なんてもってのほかという考えだ。過去に付き合っていた人の中には元彼の浮気が原因で別れたというのもあったくらい。交際でも浮気は絶対ご法度という考えだからこそ、結婚関係である中で黙って異性とどうこうするなんて浮気が許されていいはずがないと考えている。私は何気なく雄大に話題を振ってみた。ねえ、このテレビ番組浮気についてやってるね。そうだな。ま、愛の形は人それぞれだってことだな。愛の形ね、確かに一つではないけど。すると雄大はまくし立てるかのように
私をまるで説得するかのように話し出した。だってだよ、結婚という一枚の紙切れでもこの先誰とも恋愛してはいけませんっておかしくない？そんなのどうなのって話、自由恋愛くらいあってもいいじゃんってことだよ。正直、雄大の言葉は結婚している人の言葉とは思えない何かが潜んでいる気がした。雄大はこんな人の道に外れたことを言うような人ではないからこそ何かあったのかもしれない。そもそも雄大は結婚してもなお恋愛を続けたいと思う人なのだろうか。それに愛は結婚って形式で決まるんじゃなくて気持ちの深さで決まるものじゃないかな。どんなに結婚していても本当に好きじゃなければどうしようもないっていうかさ。そんなことを言い出すなんて、雄大にとって結婚とは何だったのか、ちょっと引っかかってしまったし、何より私は暗い気持ちになった。それは私に向けて言われている言葉のような気がして、雄大の顔を直視できない。こんな信じられないようなことを顔色一つ変えずに言えちゃう人に対して、なんで好きだなんて思ってしまったんだろうか。あの時の自分はどうかしていたのかもしれない。何日経っても雄大のあの言葉がどうしても引っかかった。冗談でそんなことを言う人じゃないのは私が一番わかっているからこそ、不思議な気持ちと確かめたい気持ちと両方あった。何か調べるにしてもいい方法はないだろうか。私は仕事のファイルをパラパラとめくりながら考えていた。そうだ、あの人に聞けば確かめられるかもしれない。ある日、雄大は私の顔を見ることなく帰ってきて、早々にこんなことを言い出した。あ、明日から出張だから。え、また出張？先週も3日くらいいなかったよね。私の驚きをよそに雄大はどこ吹く風だ。しょうがないだろう、この時期に急に退職者が出て仕事が回らないんだよ。俺って頼れる兄貴的な立ち位置だから職場を回していかないといけないわけ。急にそんなことを言い出すから思わず尋ねずにはいられなかった。ねえ、退職した人って私も知っている人かしら？前に話していたあの先輩？以前は雄大は職場であった出来事や面白いことなどあれこれ話してくれていたため、職場の人の中でもよく話に出てくる人くらいは把握していた。軽い気持ちで聞いたが、雄大の表情は硬かった。は？誰だっていいだろ。愛子に何か関係あるの？いや、関係ないけど、ちょっとした会話じゃない。すると雄大は不機嫌丸出しになって話を打ち切るようにトイレに行ってしまった。ここ最近、雄大の出張が増えてきた気がする。結婚して3年、部署移動や昇進など目立った話が出ているわけではないし、雄大からそんな話が一言でもあったわけではない。しかし、ある時から出張が目立ってきた。1ヶ月に1回が2回に、3回に、そして今では1週間のうちに2回、多い時には1週間まるまる出張に出ている時もあるほど。次の日、雄大は仕事に行く前に私にこんなことを言ってきた。今回の出張は大事な取引先との仕事だから、間違っても俺に連絡なんかよこすなよ。え、そんな。何があっても連絡するななんてよっぽどのことだと思った。わかったな、もし大事な商談中に何かの間違いで着信が鳴って気が散ったりなんかしたらお前のせいになるんだからな。10億の契約がパーになって責任取れるのかよ。そう言い残して仕事場に向かう雄大の背中を眺めていた。私も支度をして職場に行こう。いつも通りパーカーにジーパンの格好で愛車のママチャリにまたがる。職場で仕事をして自分の持ち場のことが終わり休憩に入ることにした。休憩室でテレビがついているのだが、とある交通事故を取り上げていたのだ。同僚と交通事故の怖さなど一般的な世間話をしていたのだが、その時に
私のスマホの着信音が鳴った。いつも仕事中にスマホは持ち歩かないが、休憩室でスマホを持っていた時だったので、すぐに着信に気づいたのだ。電話は知らない番号で、不思議に思いながら電話に出てみると警察からだった。ちょうど雄大が交通事故に遭ったということで、その連絡だったのだ。つい先日まで元気な様子だったのに交通事故に遭った。信じられない気持ちだったが、気を取り直して話を聞いてみることに。運悪く交通事故で重体を負ってしまい、病院に搬送されることになってしまったとのこと。まだ意識は戻らないということで、すぐに来てほしいと言っていた。急いで雄大の元に向かうべく、事故の場所と搬送された病院の名前を尋ねた。しかし名前を尋ねて、ある疑問が浮かんだ。警察署の名前は、有名な温泉街がある地域の名前だった。そんなところにも出張に行くのかしら。私はふとそんな考えがよぎったのだ。しかし何はともあれ、雄大の元に駆けつけよう。話はそれからだ。職場の園長先生に相談し、仕事は早退、しばらくの仕事の休みをもらい、すぐに駆けつけることにした。しかし雄大の元に駆けつける前に、まずはやっておかなければならないことがある。私はとあるところに電話を一本入れた。するとすぐに私の家に書類を送るとのこと。病院に着くと雄大はベッドにいた。なかなか目が覚めなかったが、事故から5日後ようやく意識を取り戻したようだ。医者の話によると、トラックと正面衝突し、大きなダメージを受けたために半身不随になったとのこと。そんな、雄大嘘でしょ。すまないけど、二人の面倒をよろしくな。私はふと考え込んでしまった。二人の面倒をよろしくな。一体何のことを言っているのか。こんな時に冗談とも思えないので聞いてみた。ごめん、二人って誰のこと。すると雄大は一瞬しまったと言いたげな表情になった。誰って、ほら決まってるじゃないか。俺とリカちゃん。リカちゃんとはエミの娘、つまり私にとっては姪っ子だ。前に数回実家で会ったことがあるだけの姪っ子だが、なぜここで急に姪っ子の話になるのか、頭にハテナが浮かんだ。なんで急にリカちゃんの名前が。実はその出張中にリカちゃんから連絡があって、私にもしものことがあったら、そのよろしくって言われてて。姪っ子のリカちゃんがあえて雄大に連絡する。それにまず一番に思うことは、え、姉さんに頼みなよ。思わず口からつくように出てしまった一言。というか雄大はリカちゃんと連絡先を交換していたの。いや、リカちゃんとというよりはエミさんとかな。雄大とエミが連絡先を交換していた。そしてもしもの時があったらよろしくとは。それに何より雄大の口調が歯切れが悪いのがとても気になる。気になるところだらけで、どこから突っ込めばいいのか分からずにいた時に、看護師さんが1台の移動式ベッドを運んできた。同じ交通事故にあった同乗者ですと言いながら運ばれてきたベッド。私はそのベッドを見た瞬間、思わず叫んでしまったのだ。だってそのベッドにいた女性は紛れもなくエミだ。しかもお腹が大きい。エミ、どうしてここに。それよりそのお腹って、まさか。看護師さんが言っていた。同乗者、同じ交通事故にあったとはどういうことなのか。それにさっき言いかけていた二人って、まさか。交通事故にあってどうしようもないから、俺と姉さんをよろしくってことよね。さすが、話が早くて助かる。こういう時、頭の回転がいい女はいいよな。私は体中の血がスーッと引けていくのを感じた。偶然にしてはあまりにもできすぎている。偶然なわけがない。聞くのが怖くなったが、聞かずにはいられない。まさか雄大は出張と言いながら温泉旅行に姉さんと来ていて、
その最中に交通事故に遭ったってことで会っている。いや、その出張は本当で、いや嘘ではないというか、ちょうどエミがいたから送り届けようってなっただけで。しどろもどろに苦し紛れの言い訳を重ねているのが見苦しい。自分の声が震えているのがなんとなくわかる。今自分が置かれている状況が把握しきれない。へえ、出張中に偶然姉さんに会って、その流れでちょうどおあつらえ向きのようにあった温泉に浸かっていい気になっていたってこと？私は思わず早口で雄大にまくし立てた。これ以上聞きたくないという思いと、知らないで済む問題ではないという思いがぶつかり合い、感情がぐちゃぐちゃになっている。そんな私の気持ちを知ってか知らずか、雄大はのんきな声を出している。まだ自分の置かれている状況が理解しきれていないのだろう。ごまかしきるためにどうしようか考えているようだ。目があっちに行ったりこっちに行ったりと忙しい。いや、お前それは拡大解釈しすぎじゃ。そうやってあれこれと悪い方向に考えるのはお前の悪い癖だと思うぞ。私はこれがチャンスだと思い、事実を突きつけた。だって雄大、これ空出張でしょ。姉さんとの浮気旅行のためのね。俺が空出張なんてするわけないだろ。俺は引く手あまたのできる男なんだから、空出張なんてしている暇ないんだよ。まだごまかしきれると思っているのだろう。むやみわたらに叫べばなかったことにできると勘違いしているらしい。じゃあ空出張していなかったってこと？怒鳴って私を黙らせたとしても、社長さんもそれ信じるのかしらね。雄大は仕事第一であり、そして評価を何よりも大事にする人間だ。いかに偉い人に評価されたか、褒められたか、それだけで仕事をしていると言っても過言ではない。そんな人だから会社のトップの社長の名前を出しただけで立ちろぐ。私が社長の名前を口にした時、一瞬ひるんだ気がした。は？社長？なんで社長が関係あるんだよ。本当に会社の不正をしていないんだったら、社長にもきちんと説明できるはずよ。ま、できたらの話だけど。すると雄大は鼻で笑いながら答えた。愛子はサラリーマンの経験がないからだけど、そんな一平社員の出張一つに社長が出ることはないって。そんなのも知らないで恥ずかしい。ま、いくらでも言っていたら。そうだ、その社長からお手紙預かっているから。社名が入った封筒を見た瞬間、何を考えているのか急に喜び出したのだ。ようやくこれで俺の成果が認められたってことか。新卒から勤め上げて平社員で15年以上かじりついてきた意味があったわ。へえ、昇給ってこと？なぜか昇給する自信たっぷりの雄大に思わず吹き出しそうになりながら尋ねた。そりゃそうだろ。俺の同期はどんどん昇進していって、次は俺だと思いながら早10年。長かったけど努力は報われるんだ。早く手紙をよこせ。この様子だと昇給の辞令が入っているとでも本気で思っているのだろうか。はい、どうぞゆっくりご覧になって。私が封筒を差し出すと、奪い取るようにして乱暴に病院のテーブルに置く。そして緊張しているような面持ちで封筒を持ち上げてまじまじと見ていたのだ。そして社名が書かれた封筒をビリビリに破りながら少しずつ開けていく。紙を開いた瞬間、興奮していた様子の雄大は固まっていた。解雇通知書？懲戒解雇？どうして俺が？社名が書かれた封筒は、実は雄大が勤める会社の社長から送られてきたものだった。ほら、封筒の中にもっといろいろと書類が入っているみたいよ。見てみたらわかるでしょ。お前は黙っていろよ、たく。乱暴に封筒を逆さまにひっくり返し、入っている書類をすべて出す。入っていた書類は乱雑にテーブルの上に落ち、数枚は床の上に落ちていった。
申請した領収書の不備について、あと出張経路についてだって。これらの書類に心当たりあるんじゃない？まさかあるわけ。実は雄大が勤める会社の社長に事故後すぐに電話連絡し、社用スマホの GPS や経費の領収書などすべて調べてもらっていた。社長自身も雄大の動きは怪しいと睨んでいた部分があったようだ。社員の妻からの連絡ということもあり、積極的に働きかけてくれた社長には感謝している。社長自ら働きかけてくれたおかげもあり、雄大一人の力では絶対に覆せないほどの有力な証拠が一瞬のうちに集まった。どれほどあがいても雄大が空出張をして不正に会社の経費を使い込んでいたのは否定できない事実と言える。どうやら社長さんも雄大のこといろいろと見ていてくださったようね。さすが社長、抜かりないところまでしっかり雄大のこと見ているじゃない。うるさいうるさい。もうどうにもならないわね。あなたお得意のごまかしも嘘も聞かないわよ。お前どこまで知ってたんだ。どこまでも何も、あなたがクビになることはすでに知っていたから。実際調査を始めてもらってすぐに社長から私のところには解雇にする予定であるとの連絡は入っていた。しかしこれまで会社に長く勤めていたことも考慮し、自主退社するのであれば応じるとも話してくださっていた。懲戒解雇って、おい、これから先どうすればいいんだよ。そうだ、愛子は保育士だからいいよな。いいよなって何が？得意満々の表情をしている雄大に問いかけた。資格持っているからどこでもいつでも働けるし。保育士資格は持ってるけど。俺が専業主婦ってことで家を切り盛りして、エミとその子供の世話をする。今のご時世、ボランティアとかヘルパーとか頼めば子供の世話もできるだろう。そしてその間愛子は働く。なかなかいい考えだろう。鼻の穴を膨らましながらとうとうと語っている雄大に嫌気がさした。あまりにも自分勝手な発言に呆れと怒りが入り混じった何とも言えない感情が湧き上がってくるのを感じていたのだ。誰があなたに手を差し伸べるの？だからお前やボランティアの人。まだ自分は誰かの助けを借りられると信じて疑わない。その気持ちが理解できなかった。人は助け合いながら生きていくということが、これでは一方的に助けてもらうことしか考えていないのは明白だ。誰かに頼るのは悪いことではないが、それにしても助けてもらうことばかり、頼ることばかりを考えて生きているのはどういうことなのだろうか。私は浮気して不正しまくるどうしようもない人を養うために保育士資格を苦労して取ったわけじゃない。そんな人と暮らすために働いているわけじゃないから。私はすでに依頼している弁護士の名刺を差し出して雄大に告げた。あなたとは離婚、慰謝料ももらう。これ以上のことは弁護士さんを通して。え、半身不随の人に慰謝料を請求するって鬼か。自分がやってること分かってるのか。私は呆れてため息をついてこう言った。自分がやっていること分かってる。そのセリフそっくりそのまま返してあげる。自分がやってきたこと、もう一度胸に手を当てて考えてみたらわかるかもよ。俺のことが好きで結婚しただろ。辞める時も健やかなる時もって誓いの言葉、あれは嘘だったのか。動く方の手で私の服の裾を掴んできたが、私はそれを勢いよく振り払った。そして私は雄大に一通り伝え終わると、隣のベッドにいるエミを見下ろした。ねえ姉さん。姉さんは昔から自分が一番じゃないと気が済まない性格だったよね。妹の私に対してもそうだもの。エミは一瞬ひるんだ表情を見せたが、すぐにいつもの表情に戻った。そうよ、パッとしない愛子が結婚に成功してなんて許せない。私の方が先に玉の輿に乗る予定でいたのに。玉の輿？私は思わず聞き返した。そうよ、高校卒業してすぐに付き合った人はパチンコばかりで働きもしない。
その後付き合った理科の父親は安月給でいつまでもアパート暮らし、もう耐えられない。エミは涙ながらに訴えるが、言っている内容がまるで自分勝手だ。人にしてもらうことばかり考えているのね。私は女よ。綺麗でいることが仕事でしょ。旦那様の近くで輝く宝石でいたいの。はあ。ま、その点雄大は顔はいまいちだけど、誰でも知ってるメーカーに勤めているみたいだし、お給料もいいのかなって。そう言いながらきっと私を睨む。あんたがさっさと雄大と別れないから、こうして隠れてこそこそ一緒にいなくちゃいけなくなって事故に遭ったのよ。じらりと雄大と私を交互に見るエミ。つまり私のせいだって言いたいわけ。そうでしょ。何か結婚相手を選んだのは紛れもない自分でしょ。それに相手の収入を理由に他人の夫に手を出していい理由にはならないから。私はこれ以上この二人と話していると頭が疲れてしまうと思い、早々に切り上げることにした。それに病室に長々といても病院の迷惑になってしまう。まるでドラマで聞くようなセリフがポンポン出てくるものだと感心してしまう。想像を上回るほどのあまりにも非常識な発言に言葉がすぐに出てこなかった。後のことはエミも弁護士さん通じて話し合いましょう。とりあえず一括で慰謝料、これだけ言っておくから。はあ、慰謝料？半身不随の人に対して？雄大とまるっきり同じこと言っていて笑っちゃうわ。半身不随になったのはお気の毒だけど、浮気旅行に行っていたでしょ。自業自得ね。エミは私の自業自得という言葉に強く反応していた。私は悪くないとブツブツつぶやきながら、だんだんと顔色が悪くなっていく様子を見て、どこまで逃げるつもりなのかと呆れてしまう。結局私と雄大は離婚した。離婚問題に強い弁護士に依頼していたのもあり、雄大とエミからは相場よりも高い慰謝料を取ることに成功。雄大は働いていた職場を退職後、あちこちを転々としていると聞いた。エミは実の妹の夫を奪おうとしたということで、実家からも絶縁されてしまい、行くあてもなくフラフラしているらしい。というのも、障害を負った人の仕事を支援する施設にお世話になったものの、こんなの私がやる仕事じゃない、こんなちまちましたことやってられるか、など文句ばかりだとのこと。仕事にならないばかりか、他の利用者の迷惑になるということで出禁になった。今では福祉のサービスも仕事の紹介も受けることができず、最低限の障害保険で食いつないでいるらしい。ちなみにエミの子供の理科については、理科の父親に連絡したところ快く引き取ってくれた。というのも、離婚時親権を争ったものの、母親が子供と一緒にいるべきというエミの固定概念と、調停員のジャッジで親権がエミに渡ってしまった過去があるからだ。私としても理科のことが少し気がかりだったから、父親のところに引き取られることになって本当に良かったと思っている。あのままエミのところにいても、理科は本当の意味で幸せになれないだろうと感じていたから一安心だ。私は保育園で働きながら相変わらずの生活をしている。ちなみに慰謝料については、雄大の分は雄大の実家が、そしてエミの分はエミ自身が借金をして返済した。思っていた以上のお金が手に入ったものの、何も知らなかった頃の幸せな日々はもう戻ってこない。そうなるともう前だけを向いて歩いていくだけだ。どれほど後ろを向いてもあの日に戻れないのなら、先に進もう。まだ見ぬ世界を見るために思い切って仕事を辞めて、知らない国に旅に出るのもいいかもしれない。そんなあれこれを考えながら今日も過ごしている。